上司信用金庫本店上司信用金庫は、かつて、富山県中新いかは九条市町に本店を置いていた、信用金庫。通称は上信。統一金融機関コードは1410、合併前時点の店舗数は7店舗だった。2011年2月14日をもって、富山市に本店を置く、富山信用金庫と合併し、約87年の歴史に幕を下ろした。 対等の立場での合併としているが、存続金庫は、富山信用金庫であり、上司信用金庫という名称の一部分も、継承されないことから事実上吸収合併といえる。なお、2月14日には、旧、上司信用金庫本店の大会議室で一部職員における、解散および合併のセレモニーが行われた。ATM では、北陸地方三県内に本店を置く、 信用金庫のカードに限って ATM 利用時間内にかかわらず入出金手数料が終日無料で利用できたほか北陸3県以外の信用金庫のカードでも平日8時45分から18時の入出金土曜9時14時の出金に限り手数料が無料で利用できた2010年4月22日富山市に本店を置く富山信用金庫と合併することが発表され 2011年2月14日に合併が実施された。合併後の存続金庫、名称は富山新金で、創予金残高が高岡信用金庫を上回って県内最大手となり、北陸内の新金としては福井、金沢の各新金に次いで3番目の規模である。これに伴い、東新金の7点は富山新金の店舗として新たにスタートを切った。 このうち、旧上市新勤本店営業部は、富山新勤上司営業部に、旧上市新勤富山支店は、富山新勤大泉支店に、それぞれ解消した。また、富山新勤の旧上市新勤店に割り当てられる店舗コードについては04、X 番台が付与された。旧上市信用金庫の店舗では、IP 電話を使用しており、 また通話がすべてサーバーに録音されている。これは内線通話及び外線通話といった通話すべてが対象として録音されている。9、上司信用金庫には上勤理事が4人おり、解散時には理事長をはじめとする3人が退任した。残り1人の理事は残留するも、富山信用金庫での職位は理事として受け入れられていない。 富山信用金庫と上司信用金庫の合併について AB、新情市長市518ページ。富山、上司信金合併へ、高岡抜き県内最大、新、富山信金、コンサル機能工場を、北陸財務局合併を、認可産地理事長が抱負。中日新聞。2011年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月5日閲覧、富山新勤と上市新勤、2月14日、合併と山信用金庫、合併後の店舗一覧より、なお、堀川支店、中川ら支店はすでに閉店している。ありがとうございます。